こんにちは。今回の動画は矯正を始めて7ヶ月目、8ヶ月目の様子を話していこうかなって思います。早速話していこうと思うんですけど、7ヶ月目の時の動画を撮ろうかどうしようかっていうのを正直迷ってて、今7ヶ月目と8ヶ月目の動画っていう風になってるんですけど、っていうのも7ヶ月の時点であんまりこうやって客観的に見た時に変化あんまりわからんかなとか、前歯のこうやっていいってした時になんか動いてたりしたらわかると思うんですけど、今動いてるのっていうのは奥歯なんで、口の中の奥の方で動いてる変化なので、私は毎日歯磨きしたりとか鏡でチェックしたりとかして変化っていうのは実感できてるんですけど、こうやって動画として見た時とか客観的に視聴者の方が見てくれた時に、先月から1ヶ月でこのぐらい変化ありましたとかっていうのがちょっと分かりにくいかなって思って、今回7ヶ月目と8ヶ月目をちょっと合体させて2ヶ月分の動画っていう風にさせてもらってるんですけど、今8ヶ月目になるんですけど、まあ7ヶ月目と同様に客観的に見た変化っていうのはないんじゃないかなって正直思います。7ヶ月目8ヶ月目になって思ったこととか感じたこととかを話していこうかなって思います。まず矯正日の後の歯の痛みが変わりました。前まではやっぱこうガタついてた歯を直すためにすごい力でワイヤーも引っ張ってたと思うんですけど、だいぶ今は綺麗に並んできたことによって動かす力っていうのが少なくなってきたのかなって思います。わかんないですけど、たまたまなんかもしれないんですけど、ここ 1,2 ヶ月の矯正日の後はあんまり歯が痛くないなって感じてます。でも次の矯正日の時にかな、下の歯の抜歯跡を埋めてきますっていうので、これすごい痛いよって言われてたんで、その痛みがどんぐらいなのかなっていう感じでちょっと怖いんですけど、でここの抜歯跡に奥の歯を引っ張ってくるっていうことを次の矯正日の時にするんですけど、それがめっちゃ痛いよっていう風に言われたんで怖いんですけど、その痛みとかも次伝えれたらいいなって思ってます。でここの抜歯跡がもうなくなったんですよね。この歯は歯自体が移動してって埋まったわけじゃなくて、ここの歯がねじれてて、それが回転したことによって元の位置に戻ったことによって埋まったっていうだけなんで、ここの歯は動いたわけではないんですよね。で前歯は相変わらずですね、こうやって前見て話してる感じ、笑った時とかも歯抜けてるのあんま分かんないと思うんですけど、こうやって横向いた時歯抜けなんですよね、口も。主人にも不意に「え、歯ないよ、あ、抜歯したやつか」みたいな感じで言われるんで、自分的にはあんまり横から見ることとかないんで何とも思わないんですけど、他の人から見たら笑ってたりしたら、あ、この人歯抜けとるって思われるんやなっていうのがなんか新鮮でしたね。まあこんな感じで本当に大きな変化がなくて、動画にしようかどうかっていうのを迷ったんですけど、変化がないっていうのも伝えることも大事かなって思って、今回こうやって2ヶ月分まとめて動画出させてもらったんですけど、変化がないって言っても私は変化実感してるんですけど、こうやって見た時に視聴者の方が、あ、こんだけ変わったなとかって思えるところがないかなって思ったんで、こういう動画になったんですけど、ちゃんとまた毎月次回から動画出していこうと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、まあこんな感じで今回の動画は7ヶ月目8ヶ月目のあんまり変化はないよっていうリアルなことをお伝えしました。ここまで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。